作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは2000年にサクセスがネオジオポケットカラー対応ソフトとして発売したコットンです。はい、でコットンね、はい、結構側面見ると地味な感じがしますよね。しょうがないのかな。で、まあ、表面から見ていくと、サクセスのロゴがあって、で、ネオジオポケットの、ね、マークがあって、で、下にはね、カラー&モノクロ対応ソフトって書いてありますね。ネオジオポケット専用ソフトカセットってアピールもあるんで、まあ、ね、カラーもモノクロでも両方でも集めますよってこと。まあ、大事なことです。で、コットンってロゴがあるんですけど、一応その上に、ファンタスティックナイトドリームスってあって、コットンってありますね。ファンタスティックナイトドリームスっていうのはどう解釈すればいいのかわかんないけど、まあなんか神秘的な夜の夢のみたいなゲームってことなんですかね。で、まあコットンってカタカナ表記もあると。で、これサクセスのねマルシーが1991-2000ってあるんで、まあもうねこの2000年に出てる時点で相当こうレトロ感のあるようなねタイトルっていうのは伝わってきてしまうんじゃないかなと思うんだけど、まあ結構ネオポケってこの移植もの多いんで、結構ね80年代のものの移植とかも多いんで、まあその中では新しめなのかなって気がするんですけど、で一応キャラクターがね1、2、3体、あとここになんか細かくいるんで、まあ、何体かキャラクターがいますよっていうのと、あとこのファンタスティックナイトドリームスをアピールするかのごとく、このなんか夜の幻想的なねイラストがこう入ってるっていうようなあのパッケージデザインになってます。で、裏面で裏面見ると、まあ、説明文というかキャッチがあって、画面写真4点あって、真ん中に1人キャラクターがいるという作りですね。コットンとお供の妖精シルクが繰り広げる痛快パカポコファンタジーシューティング、だからこの痛快パカポコファンタジーシューティングっていうのがあんまり伝わってこないんですけどね。まあコットンっていうね、なんかこうなんか一部プレミアついてる、湯飲みかな、湯飲みがプレミアついてるかな、そういうイメージがこう頭にこびりついてるんで、まあそれだけでいいから、もうあとはもうゲーム内容はこの程度でいいやって感じの扱いなのかな。なんで、まあ1枚ね、こう1万円のあのお願いです、助けてくださいって以外はシューティングになってるんだけど、このシューティングとしての絵柄は出てるんだけど、このパカポコ感はねあんまり出てないようなね、まあこう画面写真でこの痛快パカポコファンタジー感、まあファンタジー感は出るんだけど、この痛快パカポコパンっていうのは出しにくいんだなっていうのがよく伝わるパッケージかと思います。モノクロ対応のアピールちゃんとあります。以上、作官でした。